あ、ら、だてな道の駅は、宮城県大崎市岩出山池月にある国道47号の道の駅である。施設の正式名称は、大崎市や、ら、だてな道の駅地域振興施設であり、土地、建物を大崎市が所有し、第3セクターの株式会社地月堂の駅が、指定管理者として2006年3月30日から、管理運営を委託されている。 2006年3月31日の一市,市六町の新設合併で大崎市が誕生する前は岩出山町の施設であり、かつて道町の岩出山城を居城とした伊達政宗やその後の岩手山伊達市の歴史から伊達の名が駅名に付けられており、施設の正面入り口上部には仙台城にある伊達政宗騎馬像の絵が掲げられている。当駅は全国でも有数の成功例として、 マスメディアで紹介されることがある。宮城県大崎地方と山形県西条地方とを結ぶ国道47号沿いにあり、東北自動車道古川インターチェンジから約 16km 北西に位置する。国道47号は JR 陸空島線とほぼ並走しており、同線地が津駅と東駅は県道168号経由で徒歩2分と近接している。 国道47号は、国道108号及び国道457号が、重複し、国道457号は、東駅から北西250メートルの地月交差点で分岐して、栗駒山経由で、秋田県の横手盆地方面に至る、国道398号と合流し、国道108号は、鳴子温泉橋で分岐して、鬼神戸カルデラ経由で、横手盆地に至るため、 当駅は宮城、秋田、山形の3県をつなぐ道沿いにある。ありがとうございます。